こんにちは。最近困ってることがあるんですよ。それは何かっていうと、ちょっと消しゴムです。消しゴムを何にするかすごい迷っててですね、最近はもう結構いろんな消しゴムが出ていて、どの消しゴムを使うかすごい迷ってるんですよね。まあ、最初ずっと使ってたのはこのモノスマートっていう消しゴムで、まあ、モノが細くなったやつですね。これが出た当時に買って、結構周りの人にも何それって言われて、いいなっつってみんなおすすめしたやつなんですよね。これはもう小さくも消せるし、大きくも消せるんで、すごい普通の消しゴムみたいに使えるんで結構気に入ってます。場所も取んないですし。で、これを使ってたんですけど、ちょっと最近これを買ってみたんですよ。まだ開けてないんですけど。これなぜ買ったかっていうと、これペンテルのマークシート用消しゴムなんですけど、この消しゴムの厚さが4.5ミリなんですよ。で、モノは、映るかな？ 5.5 ミリなんですよね。なんで、このペンテルの方が1ミリ薄いんで、こっちの方がいいやと思って、こっち買ったんですけど、やっぱ最近だと、やっぱ、モノゼロが人気じゃないですか。なんで、やっぱモノゼロ使おうかなと思って、モノゼロ買ってみたんですけど、なんかやっぱりこれだとピンポイントすぎるんですよね。ちょっと大きく消せるときに困りますよね。あと丸型でちょっと太いから意外に場所取るんですよ。こっちの方が薄いんで場所取らないんですよね。で、なんかいろいろ考えたら、なんか知んないけどモノマンも買っちゃって、これちょっとまあ微妙ですよね。これだったらモノゼロでいいやってなりますよね。で、これのいいところは、ここから、首から下げれるんで、なんか、なんだろうね。体育とかで、首からぶら下げて、なんか、50メートル走のタイムとか、記入したり、するときに首から下げてていいのかな？どういうときに使うんだろう？この穴は。まあ、よくわかんない。あと、このね、モノの、普通の消しゴムの黒いやつ。これは普通に使おうと思って、買いました。机に置いといて。持ち運ぶんではなくて。で、まあいろいろ考えてたら、なんか知んないけど消しゴムでハンコを作っちゃったりして、すごい消しゴムを何にするか迷ってるんですけど、ちょっと結局のところはちょっとこれにしました。これですね、スレンディープラス。これはスレンディープラスってやつで、あとなんだろうな、どっかから出てたやつでカッター型のやつがあったんですけど、カッター型の消しゴムがあったんですけど、これはカッター式じゃないんですよね。これを押してガタ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 って消しゴムが出てくるんじゃなくて、ここをやると、このクワ型みたいな部分が解除されるんですよね。いきますよ。こんな感じ。で、クワ型みたいな部分が解除されて、こうやって動かして、この消しやすい長さに設定したら戻して止めると。固定すると。で、使うと。で、なくなってったらまた出して、こう長くして閉じるっていう、ちょっと不便なやつなんですけど、最近はこれを使ってます。まあ、なぜこれにしたかっていうと、まあ、モノゼロよりは幅が少しあるんで、大きく消すときに楽かなと思って、これにしました。けれど、この消しゴムが結構柔らかいんで、ちょっと消しづらいです。まあ、ちょっと消しづらいんで、やっぱ、モノスマートの方がいいかなと思うんですけど、やっぱり筆箱がこんな感じなんで、やっぱ、ビジュアル的、見た目的には、このスレンディプラスが一番、筆箱の中身と相性いいかなと。で、場所を取らないかなと思って、これを使ってます。まあ、消しゴムってすごい悩みますよね。っていう感じで、皆さんはどんな消しゴム使ってますか？動画を見てもらい、ありがとうございました。またチャンネル登録お願いします。高評価とかももらえたら嬉しいです。消しゴムはもうちょっと悩んでみようと思います。